よう、宮本武蔵。お前そっちの世界じゃ有名な武人らしいじゃねえか。おう、あんたも相当腕が立つらしいな、孫作。挨拶代わりっちゃなんだが、立ち会ってみるか。うう、話が早いじゃねえか。けど今はやめとくぜ。どうした、臆病風か。そんなわけがあるかよ。俺とお前が立ち会ったら止まらなくなるだろ。もし怪我でもしたらみんなに白い目で見られるぜ。この大事な時に何やってんだってか。確かに俺らじゃ加減ができねえだろうしな。けどあんたとは勝負しときて。まあしばらくは戦での手柄争いだな。そんでよ、全部片付いたらそん時こそ俺たち二人心ゆくまで楽しもうじゃねえか。わかった。この奇妙な戦にもこれで張り合いが出たってもんだ。そんじゃこれからよろしくな。俺とお前一緒に突っ走っていこうぜ。孫作、お前は三成に似ているな。三成ってあれだろ、腕は持ちのあいつだろ。真面目そうで融通きかなそうな。ああ、俺の友だ。あいつは仕方のないやつでな。仕方のないやつが俺に似てんのか。そいつは面白い。ん、待てよ。そういや周囲が言ってたな、君は全くどうしようもないなって。これってつまり仕方のないやつだってことか。あと仕方のないやつだが、それでも支えたくなる、そんなところかな。三成にはお前がいて俺には周囲がいるってことか。なるほどな、確かに似てる気がしてきたぜ。なんだかお前とはうまくやれそうだ。これからよろしくな。孫作、あんたの戦どっか変わってんだよ。そうか、そんなこと言われてもいまいちピンとこねえぜ。なんて言うんだ、こう外向きっつうか、獲物を相手にぶつけるだけじゃねえ、あんた自身がぶつかりに行ってるって感じがよ。それは当たり前じゃねえのか。自分をぶつけなきゃ相手に自分が伝わらねえだろ。そこだ、あんたに負けたやつは孫作って男に負けたって顔をする。普通そうじゃねえ、未熟だったとか無念だとかそんなんだ。俺もきっと倒れる時はそうだ。なるほどな、お前は戦でお前自身を突き詰めようとしてんだな。俺は自分が強いってことを相手に示して、それが俺にとっての戦だ。へえ、俺とお前似てるようで結構違うんだな。どっちがいい悪いって話じゃねえ、ただ面白えなと思っただけだ。そういう強さってのもあるのかってな。だな、そんなことでもお互いのことが見えてくる。これだから戦はやめられねえぜ。だな、これからもあんたとならいい戦ができそうだぜ。義継、お前なんだか周囲に似てんな。どこが似ている。どこがって言われるとよ、なんか言葉にしにくいんだよ。似てんのはなんつうか、やっぱ俺の大事な友だってとこだぜ。義継、おい、怒ったか。俺いい加減な気持ちで言ったんじゃねえんだ。義継は俺にとって本当大事な友だ。満面の笑みで答えているのだな。なんだよ、
よけたぜ。でもよ、ちょっと分かりにくいからよ、ちゃんと言葉で伝えてくれるとありがたいぜ。案外欲しがりの甘えん坊だな。いや、純粋に表情が分かんねえだけなんだが。正則よ、聞いたぞ。お前いける口だそうだな。あ、いけるって何の話だ。決まっているだろう、酒の話よ。おお、悪い悪い、そんなの構えることはねえ。そうとも、男福島、棍棒と酒はガチ中のガチだぜ。そうか、お前のような男と会える日を待っていたぞ。どうも私の進化には酒が苦手なものが多くてな、みんな誘っても乗ってこんのだ。心なしか尻込みしている節さえある。お前もか。わかるわかるぜ孫健。俺んとこの奴らも酒の付き合いが悪くてよ。うん、ここで我らが出会えたのは何かの導きであろう。早速だが一杯付き合ってもらうぞ。話が早すぎるぜ孫健よ。あれ、酒ってのは勢いで飲まねえとな。男福島、一升でも一斗でも付き合うぜ。雪村はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。家も土地もしがらみを守る必要もないこの地で、己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は気さくで人を引きつける。行動力、決断力に富み、勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。わかった、こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。正則、前回の戦も見事な働きだったな。だるだるってダメだ孫健、お前の顔見てった。こないだの酒思い出しちまって。何を笑っているのだ正則。あの日ひどい酔い方をしたのはお前の方だろ。いや、絶対違うね。お前の方がガチで超やべえ酔い方してたから。おほう、あくまでシラを切るつもりか。いいのか、仲間にお前の秘密を語っても。え、秘密って何？俺の何を知ってるの孫健ちゃん。知っているのではない、聞いたのだ、本人の口からな。ちょ、マジで、ま、俺が なんかやべえこと言っちまったのか。ガチ覚えてねえ。待て待て待て孫健。でもよ、お前だってあんな格好妹とかの前でできんのかよ。な、記憶は定かではないが、なんだこの不安感は。福島正則、ここは痛み分けといこう。おう、ま、それでもいいけどよ、次飲む時も二人きりだからな。これガチで。信行、以前の兄弟の話だが、雪村が思いっきり戦えるのはお前という存在があるゆえではないのか。
兄あってこそ弟が自由に振る舞えるのに、どちらが上か論ずるなど無意味だ。そうではないか、信行。ならば孫権殿にも同じことが言えるだろう。孫策殿は優れた武勇を持っているかもしれない。だが孫権殿には孫権殿の良さがある。思慮深いところ、弱みを見せてきちんと周囲を頼れるところ、そういう部分はかけがえのない孫権殿の魅力だ。お互い優れている部分が異なるのだ。それを比べたとて仕方あるまい。今言われて思い至ったことだがな。うん、そうかもしれんな。他人のことならばわかるのに、自分のことだとつい見えなくなってしまう。だからこそこうして話せてよかった。これからも共に弟を、兄を支えよう。私たちの良さを生かして。ああ、そうだな。小京、そなたこちらの世界で何ぞ面白きものを見ておらぬか。面白いもの？ごめんね、わかんない。私一人であんまり遠くに行くなって言われてるから。オム、わらわも似たようなものじゃ。父上にいつも止められておっての。あ、それじゃあ私と面白いもの探しに行かない？一人じゃダメだけど二人ならいいよね。一緒に秘密探検しよう。はあ、それじゃあわらわはそなたの考えに乗るぞ、小京。はーい、決まりだね。これから一緒に張り切ってこう。オナゴ、これから戦は激しさを増す。危ないゆえどこぞに隠れているがいい。もう子供扱いしないで。私ちゃんと戦えるもん。貴様が大丈夫と思うても周りの者が気を使うのじゃ。怪我でもしたらどうするとな。でもじっとしてられないもん。周遊様もあなたも頑張って戦ってるんでしょ。それに怪我しちゃう時だってあるでしょ。それはまあそうじゃが、私も一緒に笑って戦って怪我するんだから。じっと待ってるなんて嫌なの。バカめ、この政宗がおる限り貴様のような女子を傷つけさせるわ。ん、そうなの？じゃあ政宗様の近くで戦おうっと。そうすればみんなにも心配かけないもんね。なんでそうなるのじゃバカめ。家康様ってタヌキみたいだね。かわいい。タヌキでござるか。あれ、家康様嫌がってる？タヌキっておとなしいし臆病だし悪さをしないかわいい動物じゃない？ほう、なるほど。小京殿の味方は新鮮でござるな。日の本ではどういうわけか、タヌキには良い印象がありません。昔話でもずる賢い悪者として登場することが多く。へえ、そんなのおかしいよ。家康様もタヌキさんも優しそうだし可愛いのに。小京殿からそう言われると照れまするな。いや、タヌキと呼ばれることも悪くはないか。本当？じゃあこれから家康様のことタヌキさんって呼んでいい？なんと、いやそれは、他ならぬ小京殿の頼みとあらば。やったー！ありがとう、タヌキさん。Hey!
たちの秘密探検どんどん進んでるね。うむ、ダチと一緒の探検というのは心が躍るのじゃ。ダチ？あ、観念様がいつも言ってたっけ、ダチって最高の仲間のことだよね。ホム、これだけの探検を共にしたのじゃ。小京とわらわはダチ以外の何者でもなかろう。はーい、嬉しいな。私ダチができたの初めて。おお、そうであったか。わらわも小京の初めてのダチになれて嬉しいのじゃ。これからも二人でいっぱい秘密探検しようね。あれれ、マサムネ様どうしたの？ちょっと元気がないみたい。小京、今までの非礼許せ。貴様の周囲への献身あっぱれよ。子供扱いは完全に間違いであった。子供扱い？そんなことあったっけ？私全然気にしてないよ。そのおおらかな態度にも何度も救われておる。貴様は皆の心も癒してくれる立派な大人よ。大人だって、褒められちゃった。貴様の性分を見抜けなかったわしが子供じゃったということじゃ。そんなことないよ。マサムネ様だって私が無茶なことをしてもちゃんと守ってくれたもん。消去、元気を出して。マサムネ様、そうだ、また二人でどこかへ出かけようよ。マサムネ様、私と一緒に出かけるとすごく元気になるでしょ。マサムネ様が汗だくで楽しんでると私も嬉しい。あれは貴様が傷つかぬよう必死に。ふっ、まあいい、付き合ってやるわバカめ。家康様って最初に思った通り、やっぱりすごく優しいんだね。一緒にいるととっても安心するんだ。でもこの戦いが終わったらお別れなんだよね。タヌキさんみたいに元の世界でも会えればいいのに。そう悲しい顔をされますな、小京殿。我らの縁にたやすく切れるものではございません。元の世に戻ってもわしはタヌキを見るたび小京殿のことを思い出すでしょう。本当？ですから笑っていてくだされ。そういう時に浮かぶのがあなたの満面の笑顔であるように。よろしくお頼み申す、小京殿。戦いが終われば全て忘れてしまう。そのようなことは言いますまい。この笑顔、決して曇らせたくはないゆえ。大京さん、あなた、お姉さんって感じがするわね。そうでしょうか。いつも他の人のことをすごくよく気にかけてる。だからきっと下に兄弟がいるんだろうなと思ったの。はい、そうなんです。私ちょっと元気が良すぎる妹がいて、あの子には心配させられてばかりなんです。それと心配といったらやっぱり孫作様です。孫作様はいつも無茶ばかりで、私気が気じゃなくて。よくわかるわ。私も弟たちやお父様のことはいつも心配だもの。話が合う人に会えて嬉しいわ。これから仲良くしましょうね。はい、こちらこそよろしくお願いします。
のお市様、一つ聞きたいことがあるんです。まあ大凶さん、どうぞ何なりと。お市様と長政様はとっても仲がいいとお聞きしました。その秘訣を教えてほしいのです。秘訣？互いに思いやり支え合うことでしょうか。でもそんなこと大凶さんはとっくにご存知ですよね。え？どうしてそう思うんですか？孫作様が優しく思いやってくれるから、あなたももっといい妻になって支えたい、そう考えてきっと私に質問されたんですよね。あなた方はすでに仲睦まじい素敵なご夫婦だと思いますよ。ありがとうございます。なんだか恥ずかしいですけど、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。大凶さん、浮かない顔ね。どうしたの？もっとしっかりしなきゃって思ってました。そしたらもっと孫作様や小京の役にも立てるのに。いつも落ち着いてて穏やかで、私もあなたのようになれたら。そうかしら。私だってお父様にはいつも子供扱いされているわ。それに大凶さんの優しさやひたむきさは皆の支えになっていると思うの。無理に変わる必要はないんじゃないかしら。不思議ですね。あなたと話していると私は私のままでいいような気がしてきます。ええ、その通りよ。少なくとも私は今のままのあなたを大好きなお友達だと思っているわありがとうございます。私も素敵な友達ができて本当に嬉しいです。あの、これからも仲良くしてもらえますか？もちろんよ。これからもよろしくね、大凶さん。大凶さんは戦いが好きではないように見えます。本当は無理をされているのではありませんか？正直に言えば戦場は怖いです。でも知らないところで孫作様が傷つく方がもっと辛いから。そうだったのですね。孫作様のために懸命に頑張る姿、とても素敵だと思います。お市様だってそうです。いつも長政様に寄り添って心を支えて、本当に素敵なご夫婦だなって私思ってます。その髪のお花も長政様が選んでつけてくださったんですよね。実は私その瞬間を見ちゃったんです。もうあの時近くにいらしたんですねでも私も先日見てしまいました。花畑で孫作様が大凶さんのお膝に。え、そんなだからあんなところでは嫌だって言ったのに、恥ずかしいいいではありませんか。戦いの日々が続くからこそ穏やかな時間を大切にしなくては。そして時々こうしてお話ししたいです。大事な人と過ごすことがどれだけ素敵なのかを。はい、ちょっと恥ずかしいですけど、よろしくお願いします。お市様、天保。おお、景勝殿、その怪異なる面貌、堂々たる勇姿、頼もしきこと岩尾のごとし。きら星のごとく連なる小生のうちにも、その威厳として土器天をもつかんとする勢いを。
雄弁。影勝殿、いかがなされた。それがしの称賛に戸惑っているのか。そのつつましきこと、人とわぬ谷にそっと咲く可憐なる花のごとくだ。可憐なる花。元地下殿、その悠然たる佇まい、流れゆく川のごとし、きらめく髪のうねりは大いなる渦となりて。上等だが、まだ登れるはずだ、帝府。元地下殿、俺は知っている。お前が魂の友であるだろうと。だからこそ俺は求める、お前の真の魂を。真の魂。静寂に耳を傾けろ。時には言葉を忘れろ。落ちてゆけ、深く恐ろしき静寂に。俺はお前の魂をつまらん雑音に売り渡したくはない。元地下殿、その静寂にお前だけの、今だけの、ここだけの言葉が生まれる。俺はその言葉をいつか聞きたい、帝王。承知した。友となる者の頼みとあらば力を尽くそう。影勝殿の作りし笹団子は見事であった。滑らかなる舌触りは玉のごとく、広がる味は甘すぎず素晴らしいものよ。わしは、わしは笹団子を食うのも作るのも好きだ。作り方は父上より教わった。剣心殿より。繊細な、父上はああ見えて細やかなお方で、よくわしに手紙などもくだされた。帝方は言葉がまとまるのを待っていてくれる。それゆえよく話せて嬉しい。友の言葉はどんな宝玉よりも大事なもの。この耳に届くまでいくらでも待とう。だからまたいろいろな話を聞かせてくれ。一目で分かったぞ、魂の友、帝方。ついに極めたな。元地下殿、そのいでたちはすなわち大河のごとし。姿は魂を映す、それ大河の。昼には空を映して翡翠となり、夜には月を宿して暗き剣譜に黄金を輝かすがごとし。大河はそれ元地下殿の器。人々に恵みを与うる慈愛、災いをもたらす暴威。どこまでも深き川は安寧と無限への恐怖を授く。そうだ、お前は大魚だ、帝方。俺という大河を求めていたのだろう。来い。それがしは鉄夫の宮にあった。表したきことはあれど言葉足らず。いざ大河たる元地下殿のうちへ、言葉の本流を目指さん。帝方、俺たちの魂を今共鳴している。だからもう聞こえるだろう、言葉を失いし影たちの歌が。
おお、おお、上善は水のごとし、なれば自然は空のごとしか。上等。レースさんってすごいですよね。強いし優しいし美人だし、非の打ち所がありません。それに比べて私は、いい家同士としては頼りないし、息子の方がしっかりしてるし。ナオトラ殿、そんな風に言わないで。あなただって強くて綺麗でとても魅力的だわ。でもレイスさんみたいに完璧じゃないし。まあ私が完璧だなんてそんなことはないわ。弱点だってたくさんあるもの。え、本当ですか？ぜひ教えてください。そうね、もう少し仲良くなったら特別に教えるわ。はあ、うまくはぐらかされちゃいました。直政殿の戦い方は素晴らしいわ。勇猛果敢で皆を奮い立たせてくれる。ありがとうございます。しかしそう言いながらあなたの顔は曇っていますね。そうね、少しだけ心配なの。いつも先陣を切っている分人より危険が多いから。申し訳ありませんが、俺は俺の戦い方を変えるつもりはありません。ええ、そうね、分かっているわ。ただあなたがいつも俺を支えてくれているのはありがたく心強く思っています。もしよろしければこれからも見守ってくださると嬉しいのですが。それはできないわ。練習と見守るだけじゃなくて、私にもあなたの背中をきちんと守らせて。だってかけがえのない仲間なんですもの。承知しました。どうかよろしくお願いします。レイさん、私たちってもう仲良くなれましたよね。ええ、もちろん。だったらレイさんの弱点教えてください。お願いします。わかったわ。私の弱点は大切なものを失うこと。そうなったら多分立ち直れないわ。そうなんですか。いや、じゃなくて、私が聞きたいのはその大切なものなんです。可愛いお人形とかですか？それともお気に入りの装飾品とか、あ、もしかしてお料理道具とか？残念だけど全部外れね。はあ、結局わからずじまいです。なんだかどっと疲れちゃいました。まあだからって倒れたりしないでね。私きっと立ち直れなくなってしまうから。お前さん太っ腹だって聞いたよ。今度あっしに酒を振る舞ってほしいっていうのは厚かましいお願いかね。ほうとう殿とお話できるならいくらでも用意しよう。その際は同門の方の弱点なども一つ。諸葛亮のことかい？お前さんもしっかりしてるね。じゃあとっておきの話をするって約束するよ。なんと、言ってみるものだな。では、ほうとう殿、次回はよろしくお願いする。わかったよ。あんな話や、こんな話を楽しみにしていておくれ。
しめな。あんたも若い時にブラブラしてたそうじゃねえか。このはぐれ雲と気が合いそうだね。俺の場合は家が裕福だったからな。それは思う存分ブラブラできたぞ。困っている者に財産を分け与えたり、高名な人物に会いに行ったり、今思えば充実した日々だったかもしれん。なるほどね。あんたの奴隷はその日々に培われたってわけだ。ゲジ、お前のその豪放雷楽な姿勢も放浪時代に培われたのではないか。どうだかね。俺の場合は気に入らねえやつを殴ったり、いたずらして逃げたり、むちゃくちゃな日々だったぜ。そしてお前が出来上がったというわけか。天下御免の歌舞伎者とはよく言ったものよ。おう、そうやってまたブラブラしてたら、今度もまた面白い御仁と出会えたってわけだ。仲良くしてくれるかい、ロシュク。お前にかかってはこの乱も放蕩の一部か。そんな大きな男と知己になれて嬉しく思うぞ、ケジ。ポートー殿、先日は夜通し興味深い話を聞かせていただいた。改めて礼を言おう。お前さんが聞き上手でついついしゃべっちまったよ。諸葛亮のあんな話やこんな話をたくさんね。特にあの話は今思い出しても笑いが止まらぬ。まさか諸葛亮が。今後やつが澄ました顔して現れても、宝刀殿の話を思い出して吹き出してしまうかもしれんな。ならよかったよ。実はまだまだ話の種はある。また近いうちにそれを魚にどうだい。それはうまい酒になりそうだ。こちらもとっておきのもてなしで宝刀殿を迎えるとしよう。刑事、お前はこの異界でも放浪をするつもりか。さあね、雲は自由、向かう先なんざ誰にもわからねえさ。そうか、お前がここを去り敵陣営に着くと思うとゾッとするな。そいつはいい。あんたとならド派手な喧嘩ができそうだ。それにしてもあんたつくづく面白いね。俺が去るって言うと大抵の人間を止めるが、あんたはそのまんま受け入れちまった。前にも話したはずだ、俺にも放浪時代があった。お前の気持ちはわかる。少しだけな。あんたも根は自由ってことさ。俺が雲ならあんたは空だ。どんなもんも受け入れちまう広い空。この空は雲にとっちゃ居心地がいい。もう少しここに留まるとしようか。ケジ、お前というやつは。まあいい、好きにしろ。元近はいいな。かっこいいし輝いてるし派手だ。己の地味さを嘆いているのか、カンタ。いきなりそうはっきり言わんでくれ。地味、そうだよな。俺は地味だよな。地味は個性だ。お前はその地味さで輝いている。それにお前にも信じてくれる大切な仲間がいる。受け入れてくれるかけがえのない場所がある。世にこの二つを得られずにいる者は多い。それを二つ持ちながら
これ以上何を望む。大切な仲間だから、影薄くて忘れられたくないんだよ。開けがえのない場所だから派手に役立ちたいんだろうが。上等、その息だ関東。その青い巻物目立ってるよな。俺もそういうのをしてみれば少しは人の目に留まったりするかもな。俺の手ぬぐいがそんなに気になるか。お前だって腰につけているのに何をブツブツと。それが手ぬぐいだって。どう見たって長くて立派すぎるぞ。手ぬぐいってのはこう額の汗を拭いたりその辺の手すりの曇りを拭いたりするもんだ。こうささっとな。お前も手ぬぐいに思い入れがあるようだな。いいだろう、後で藤堂家の家訓三尺手ぬぐいについて教えてやる。なんだって、そんなすごそうな家訓を俺に教えてくれるのか。あんた派手だけどいい人だな。カント、地味で何が悪い。地味で何が悪いんだって言われるとな、やっぱり俺だけ忘れられてる時とかかな。みんなに贈り物が来てるのに俺だけ来てないとか、そういうことが続いたりすると俺なんかもう必要とされてないんじゃないかと。ならば派手な装いを着こなすか、もしくは付け髪を使って派手な髪型にしてやろう。この地味な顔にそんなことしてもな、視界に入らないから視線をそらされるになるだけだと思うがな。違うな、顔が地味など関係ない。外見は魂の発音、魂が拒絶しているのだ。華々しい装いを。俺自身が派手になるのを拒絶している。そんなバカな。カント、お前は気づいているはずだ。裏で地味に動く者がいるからこそ派手な活躍が生まれると。言い換えればお前がいなければ俺もいない。俺たちは地味と派手は表裏一体。元地か。そうだな、俺は地味に生きるしかない。ならいっそ地味を極め皆を派手に輝かすか。上等。おい、この間やった俺の三尺手ぬぐいをなぜ使わんのだ。家訓まで教えてやったというのに。俺だって使いたかったさ、けどな、首に巻いてびっくり。俺より手ぬぐいの方が目立つんだな。あんたにはわかるのか、鮮やかな青に埋もれる俺の気持ちがとてもとても虚しいんだぞ。それはだが戦場で本気を出した時のお前はそれなりに目立っていたぞ。目も開いていたしな。こんな感じか。ん？それだ。それなら手ぬぐいもよく似合うぞ。気を使ってくれてありがとな。けどな、これ結構疲れるんだな。すまんな、人には向き不向きがあるというのにかえって恥をかかせたか。そこまでは言ってないんだが、でもそうまでして考えてくれて嬉しかったぞ。今度礼にアンマンを持っていくからな。
白雄殿。あなたは火の神の末裔と聞いた。ああ、ありがたすぎる。ちょっとお待ちよ。いきなり拝むなんて。ああ、家系の好きな坊やがいるって話があったね。あんたのことだったのかい？心当たりはもう一人いるが、この際俺ということで大丈夫だろう。どうか宿友殿を拝ませてほしい。火の神に家計成功の祈願をしたいのだ。何言ってんだい。家計が好きならまずは限界まで腕を磨きな。それでうまくいかないって言うなら考えてやるよ。そうか、そうだな。実力で成功させてこそ本当の価値ある家系だ。さすが火の神の末裔、ありがたい言葉をもらったぞ。そんな細っこかったら力も入んないだろう。今日は私がたっぷり食わせてやるよ。さあついてきな。それはありがたい。あなたの料理の絶妙な火加減からも学べるものがあるはずだ。シュゼン、お前いつも張り切ってんな。俺には気持ちに火をつけてくれるやつがいる。そいつと一緒に絶対ソングを盛り立てたい。だからいつでも燃えてるんだ。お前には熱くしてくれるやつはいないのか？そういうんじゃねえけどよ、ほっとけねえやつならいる。剣の腕はずば抜けてる。だけど危ういんだよ。もう何度も刃を交えてる。その度互いになんとなく気がついてる。こいつを超えねえと剣を極められることはねえ。好敵手ってやつだな。なあ、聞いてるだけで燃えてくる。けど実は武蔵殿と俺もそういう仲になれるような気がしてるんだ。熱い戦いぶりに正直火をつけられたしな。ああ、俺もそう感じていたところだ。修繕、お前とはいい付き合いができそうだな。宿友殿、この間の火加減はどうだった？俺なりに練習に練習を重ねたのだが。ああ、おかげでいい丸焼きができたさね。外はこんがり、中身はしっとり、あふれる肉汁。言うことなかったよ。宿友殿に褒められるなんて光栄すぎる。火の神の祝福を受けたようなものだな。そんな大げさな。それにしても本当に一生懸命で素直な子だよ。ついつい応援したくなるね。ならまた俺に課題をくれないか。着火の仕方、燃え広がり方、温度調整、さらに改良を重ねてみせるぞ。やれやれ、本当に熱くて素直な子だよ。俺、お前が瞑想してるのを見るのが好きだ。渦み火のように静かに熱をたたえてた気が、次の瞬間透き通って熱い青い炎となって燃え立つ。はあ、お前はすごい、すごすぎる。いや、すごいのは主前お前の方だぜ。常に努力を忘れず成長し続ける姿に何度熱くさせられたか。お前が誇れる仲間でありたい、その思いがあったから俺も成長できたんだ。そうか、最初に予感した通り、俺たち熱い好敵手になれたみたいだな。ああ、これからも互いに切磋琢磨していこうぜ、修善。